こんにちは、ミートです。次、ファイナルファンタジー14していきまーす。イエーイ。よいしょ。ダイヤマイトから新鮮なダイヤマイトウェブを入手するよ。入手する。場所。チャリーン。ここ。セントブランチだから、セントブランチ、ドーン。クリンチン。内側だねー。でも建物あるから割り込まなきゃ。あれ違うね。よいしょ、こっち。来たっぽくない？ほら、ホーネットなんとか。大丈夫？これ大丈夫？襲ってこない？大丈夫？怖い怖い。ほら、このファルネウス、怖い。大丈夫？ 50 とかだけど、襲ってこない？大丈夫？大丈夫？戻るぜ。
ぼ登れないぜ。よいしょ。ここから登れないかな。よいしょ。よいしょ。あ、ダメだ。登り口。お？ここも無理か。できたよ、ろくろさん。ああ、新鮮なダイヤマイトウェブの調達を依頼した冒険者ですね。わあ、びっくりした。なんか聞いた。調子はどうですか？よいしょ。はい、バッチリです。助かりました。柵作りにはこの粘着力が欠かせませんから。それにしても柵作りに魔物の粘液を使うなんてイシュガルドにいた頃は考えもしませんでした。ああ、言ってませんでしたね。僕はイシュガルドという都市の出身、ブリダニアのものではないんです。かつてはチョコボといえばイシュガルドというほどチョコボの飼育を独占した時期もありました。まあ、昔の話ですが、チョコボ飼育の指導を壊れ故郷を離れましたが、こうして逆に学ばされることも多い。世の中何があるかわからないものです。本当にね。あ、まだ困ってることある。あ、大変だ大変だ。レイヤーの卵が。どうか手を貸してください。私が厩舎を離れた隙にあるとチョコボの卵がなくなってしまいました。レイヤーって名前のチョコボ。消えてしまったのは私の大切なチョコボ、レイヤーの卵なのです。何としても見つけなければ。いいや。もしや卵探しを手伝っていただけるのですか？ありがとうございます。卵はどうやら何者かに持ち去られたようです。手分けして情報を集めましょう。ぜひ牧場の人たちに聞き込みをお願いします。聞き込むぜ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 。へい。へい。怪しいやつなら見たぞ。何か大慌ての様子でたまたらの墓所の方に走っていく男がいたんだ。何？卵を盗まれただと？じゃあきっとそいつが持って行ったに違いない。だがチョコボの卵を盗んでどうしようというんだ。生半可な知識じゃとてもじゃないが孵化させることはできないぞ。冒険者さんにお願いしたことがあるのよ。ここから南東へ行ったところにラベンダーベッドという場所があるんだけど、そこで居住者を募集しているっていう噂があるの。噂によれば異邦人の冒険者でも自分の土地と家を持てるということだけれど、そうとなれば精霊の許可をいただけなければならないし、そもそもこの国に余っている居住地なんてあんまりないわ。ただの噂だと思うんだけど気にはなる話なのよ。だって私の夢はチョコボ厩舎付きの一戸建てを持つことなんですもの。ラベンダーベッドへの入り口、今日鏡池桟橋にエンブリン一等画兵という兵隊さんがいるわ。その方に話を伺って噂の真偽を確認してきてちょうだい。おう、あそこだね。ヨデールさん、ヨデールさん、あ、違うよ。チョコボの卵がなくなった？ちょっと待てよ。思い出してみよう。そういえばチョコボがやたら騒いでたな。様子を見に行こうとしたら見慣れない旅商人に引き止められちまったが、
そいつは鋭い目つきのエレゼン族の男だった。妙にあたりを気にしていたし、思えば怪しいやつだったな。怪しい。ギルドリーブをこなせるあなたならギルドオーダーも依頼できそうですね。興味があるならあちらのテントにいる特務隊長リバルドに話してみてください。あなたの冒険者としての実力は私が保証します。保証された。何これ、あ、デジョンか。特務隊長よいしょ。ギルニーから聞いているぞ。ギルドオーダーの任務を任さられる実力者だとな。では早速ギルドオーダーの説明をしよう。こいつはギルドリーブとはまた違った特殊な任務だ。一人では達成できないのが大きな特徴だな。周辺住民や各組織から受け負う依頼の中でも特に難しい任務ばかりだからな。お前たちの結束力が試されるだろう。もちろん任務を達成すれば相応の報酬を与えよう。初めて任務をこなした時は多少は報酬に入れをつけてやる。せいぜい頑張るんだな。任務を受けたい時は私に声をかけてくれ。ポーションかエーテル。エーテルもらったか。ギルドオーダーに参加してみよう。コンテンツファインダー開放。ギルドオーダー開放。各種ダンジョンやギルドオーダーなどのパーティーコンテンツに気軽に参加できるコンテンツファイターシステムが開放されました。今後あなたの冒険が進むにつれて様々なコンテンツが追加されていきます。ファインダーの起動は IT オーゲもしくはメインコマンドの中からコンテンツファインダーを選択します。ギルドオーダーに参加してみまおう。パーティーでの戦いを簡単に経験できる場がギルドオーダーです。各地にいる特殊隊長に話しかけるとあなたが選択可能な任務が提示され、パーティーメンバー全員がレベルやクラスの参加条件を満たしていると任務を開始できます。仲間を集めないとダメだ。受注可能な任務は任務を達成したり、あなたの成長とともに増えていきます。コンテンツファインダーを利用すれば、パーティーメンバーを自分で集めて、あ、そうなんだ。どこからでも簡単に参加ができます。仲間はぼっちでも誰かが集めてくれんだね。本格的なパーティープレイの前に、ギルドオーダーに参加して、パーティープレイの基礎を身につけましょう。はーい。でもその前に、とコボの卵だよ。大事。タコボ。で、なんとかちゃんの卵。よいよ。怪しいやつ？さあ、特に見なかったけどね。ああ、騒ぐチョコボーなダメだった人なら見たよ。後ろ姿でせっきりルクロさんだと思ったけど、でも彼がチョコボ厩舎を離れてたっていうなら、あれは一体誰だったんだ？話した。話聞いてきたよー。そう。あの墓場に、取りに行かなきゃいけないのかな。卵を取り返しに。はい。ルクロさん。はい。はい。ルクロさん。ね、これこういうわけでしたよ。なるほど。どういうことですか。話を聞く限り、ただの、盗っ人の犯行ではありませんね。犯人はチョコボの扱いに長けたもののようです。そして、他の卵には目もくれず、エイヤの卵だけを持ち去っている。おそらく犯人は私の食い子、故郷、イシュガルドのものでしょう。レイヤはイシュガルドの伝統的な名チョコボ、ウラヌス号の血統を引いているんです。
その卵を欲しがる者はイシュガルドには少なくないはず。ああ、こうしてはいられません。ちょっと待ってください。犯人がイシュガルドの者だとしたら、どうして反対方向のタムタラの墓所に？わかんないね。その理由はわかりませんが、それでもグズグズしてはいられません。冒険者さん、どうか手を貸してください。確かに、相手は牧場に押し入るような連中です。戦う術を知らない私たちでは。私からもお願いします。どうか犯人を追って、レイヤーの卵を取り戻して。わかった。犯人が逃げたのはタムタラの墓所がある方角です。奴らが待ち構えている可能性もありますから、くれぐれも気をつけて。行くぜ。せい。墓所だぜ。地図。ここ。写真箱。はい。行ってくるよー。ああ、もう怖いのいるし、避けていきたいな。ダイヤマイト。ダイヤマイトを避けていきたいです。あれ？こっちは違うけど、まあいいや。こっちの任務もあるしね。ついでにしていこう。よいしょ。テンブリーさん。ようこそ冒険者。私はグリダニアを守るグランドカンパニー、ソージャ島のエンブリー一等画兵です。前日、ソージャ島と精霊評議会との協議の側が設けられ、国力増加計画の講師として冒険者の誘致を強化することで意見が一致しました。この方針を受け、代々千田家が守ってきた土地ラベンダーベッドに対し聖霊の許しを得た上で冒険者居住区として開放することにしたのです。平たく申しますと、冒険者の方々に限って家を建てることのできる土地を提供することにしたということですね。約分は一見にしかずと申します。まずはラベンダーベッドに赴き、ご自身の目でその素晴らしさをご確認ください。ラベンダーベッド行くには私の後方にございます船着き場をご利用いただければと思います。現地に着きましたら我が島の者にお声をおかけください。そちらの者からご案内させていただきます。ラベンダーベッドなどの冒険者居住区はいくつかの区に分かれています。どの区に行ってもクエストを進行することができます。はい、次は葉っぱに行きます。やば、葉っぱに行くよ。あれ、ここ通れない。そう、通り抜けができません。ああ、もうほら、もうやだ。あ、キラキラしてる。
このダイナマイト絶対攻撃しておこう。これで終わりだ。こいつもね、攻撃してくると思う。えい。やあ。ほう。よいしょ。やあ。これで終わりだ。あ、終わらじゃなかった。ププルコポ。プルコポ？以上。クエスト守りべきぬくもりのバトルを開始します。はい。追いついたぞ、このチビめ。その卵を渡しやがれ。渡せないクポ。これはルクロが大切にしている卵クポ。ちっ、もう手がかかったのか。どいつもこいつも邪魔しやがって。おい、野郎ども。冒険者ぶち殺して卵を手に入れるんだ。抜かるんじゃねえぞ。怖っ。渡さないクポ。頑張ってクポ。思ったよりやりやがる。回復回復。冒険者さん頑張るクポ、頑張る。私の回復してくれてる？そう。そう。いやあ。あ、魔力が足りない。
きゃいけない？こいつがケアルしてるからダメなんだ。謎かたくぽ、何があったの？この卵をどうしたのかだてくぽ。これはレイヤの卵くぽ。モグが厩舎で昼寝をしていたら怪しい男が入ってきて卵を盗もうとしたくぽ。モグはとさに卵を持って逃げ出したくぽ。後継者さんがルクロに返してくれるなら卵はちゃんと渡すくぽ。うん、任せといて。やだな。え、ちょっと待って、ちょっと待って。いや、もう、急に来ないよ。びっくりするじゃんかよ。手に入れたのに死んじゃったとか気にならん。なろ、冒険。そうだ、これでさ、弁当ブランチまでシュインってしたらいいんじゃない？ほら。ねえ。こうしたら安全だよ。あった。卵は無事ですか？あーだ。
この色、大きさ、紛れもないレイヤーのものです。あなたには何とお礼を言ったらいいか。一時はどうなるかと思いましたが、こうして無事に卵が戻ってきてくれて本当によかった。これこれ、こういうわけです。やはり犯人はイシュガルドのものでしたか。それにしてもまさかモーグリが救ってくれたとは。モーグリ、まさかあの時の。何か心当たりでもあるのですか。実は5年前の霊災の時にモーグリに救われたことがあるんです。今はお骨の森と呼ばれる一帯が火災になった時、煙に巻かれて迷ってしまって、その時モーグリが現れて安全な場所まで導いてくれました。この牧場がモーグリ印のバルーンを掲げてモーグリギフトマウンツを名乗っているのも、その出来事に由来しています。今までずっと私たちはモーグリに見守られていたんですね。彼らの期待に応えられるよう頑張らなくちゃ。ありがとう。お礼はルクロから受け取ってちょうだい。あなたのおかげでレイヤーの卵も無事に戻りました。どれだけ感謝をしてもしきれないくらいです。ありがとうございました。そうだ、忘れるところだった。今回の騒動の最中に気になるものを見たんです。旅立つ前にちょっと聞いていただけませんか。あれ、いざ着替え、お着替え、お着替えするぜ。いい、装備だぜ。いい、黄色くなったぜ。いいよ。お疲れ様です。実はお願いがあるのですが、聞いていただけませんか。先日この黒煙の森にある長老の木の上空をイクサル族の気球が飛んでいるのを何度か見かけまして、あらあら。普段だったら森の精霊たちはイクサル族など追い返してしまうのですが、ここ最近は例の不審者騒ぎの影響で精霊様の力も不安定らしく、そんな気配がないのです。なんだか嫌な予感がしたので、奴らを見かけた場所を手紙にしたためておきました。グリダニアへ戻ったらガーラインカフェのミューヌへこの手紙を渡していただけませんか。よろしくお願いします。はい、だって承知のすけだ。これラベンダーベッドに行く、ね、これ次これに行きまする、行きまするぞ。よいしょ、あれ、よいしょ。マジに、どうぞ。静かな湖畔の森の影から、もう起きちゃいかがとかこ、こかこ、こかこかこ。おー、怖っ。ドシドシ言ってる。山椒海みたい。あれ、なんか違うくない、私に。なんか違うくない、私も。これ地図にさ、湖畔のさ、湖畔、うん、船着き場ここだよね。ここに行かなきゃいけない。もう、
の方が服可愛かったなぁ。いけないや。ブヤンは攻撃してくるから会いたくない。でもこれ渡ったら戻っちゃうよね。戻っちゃったらダメくなくない？こっち側から行くけ？こっち側から行く系か。着いたっぽいぞ。できた。こんにちは。この船はラベンダーベッド行きです。乗ります。ラベンダーベッド第一区。何？どういうこと？ハウジングプロフィール。ハウジングプロフィールって山猫、ご自由におとくつろぎください。これはまだ誰もいないんだね。のんびりおうち開放中です。人んちに行けるってこと？これ。案内から一番上に行ってみよう。移動。ラベンダーベッド。うわー。ハスだ。極楽か、ここは。ピルリン。エテライトだ。これ触っとかない。あ、これ触っとかないでもいけるの？へぇ。置かないでも。よいしょ。ここはグリダニアの冒険者居住区、ラベンダーベッドです。居住区に興味がおありですか？一戸建てを考えている方がおられると。誠に残念ですが、このラベンダーベッドは冒険者の方々に限って分譲している居住区なのです。諦めていただくしかありませんね。あなたのような冒険者の方はお求めいただけますよ。家や土地について詳細な話をお望みでしたら、奥にいる居住区担当官にお声をおかけください。居住区担当官？ヤイヌパー。なんだか素敵だね。これ。こんにちは。はい。お邪魔します。
わ、和風だ、和風。これキラキラしてる。あ、すごい、和だよ、和、和。和だよ、和。おー、開いた。おー。へぇー。別室へ移動する。ダンスアピールか。うん。コーヒートンチってことね。うん。わ、すげえ。作れるってこと？あ？違う人の？あ、すごいすごい。お風呂だよ、お風呂。へお部屋が作れるんだね。お、すごい。では、では。くつろぎの場？え、さっきの。あれ？違う違う。え、出られなくなっちゃったけど。あれ、どうやって出る？パターン。え、だってこっちから来なかった。こっちから来たけど。あ、ここだ。わかった。出口わかんなくなった。ストリームって、こんにちは。では、足かけられない。え、ここはお宿みたいね。パチパチして入れた？入れる？何、地下工房って。え、何何ここ。
ようこそ地下工房へ。私はマメット014アドベンチャラーと申します。この地下工房に関するご不明探偵は私にお聞きください。地下工房について。フリーカンパニーのハウスにのみ増設が許された特別な工房施設、それが地下工房です。震えるほどかっこいい施設の数々をご利用ください。地下工房には3つの専用設備が設置されています。さまざまなものを製作できるカンパニー製作設備、カンパニー製作設備の製作物を開放するカンパニー製図版、そして飛行艇の管理や検索などを実行する管制卓です。カンパニーチェストも設置されていますので、カンパニーメンバー間での素材のやり取りの際はぜひご利用ください。すごいね。なんかよくわかんないけど、出る。出ます。出ます。ついてんの、なんだ。これ印ついてんのはまだ誰も住んでないよってことなの。見ていいな。私まだトライアルだ。タイムボード、ハウジングプロフィール。佐々木さんのお家だって。冒険者居住区のすべての土地の前にはサインボードが立っています。その土地の持ち主の情報が表示されます。持ち主の情報が表示される、土地の値段が表示された場合はカウントダウンオークションによってその土地を購入することが可能です。入札方法やルールは各冒険者居住区の居住区担当官から聞くことができます。ね、土地の値段は6時間おきに下がるので、所持しているギリに見合う価格になったら購入しましょう。6時間ごとにチェックしなきゃいけないのは大変だな。商店街、冒険者居住区のリテイナーによる利用を開始する、あ、なるほど、工房でいろいろ作ってってことか。ハウス専属の素材屋を雇用するための、ハウス専属の素材屋、素材システム、よろず屋を、ハウス専属のよろず屋、自分家のとこでお店開けるってことか。話しでいられない。パビリオン、呼び鈴を鳴らすとリテイナーを呼び出すことができます。リテイナーとはプレイヤーの代わりに荷物の管理の仕事を引き受けてくれる人たちのことです。リテイナーを雇用できるようになったら、グリタニアではパーネル、リムサ、ロミンサでは、フリドウィブ、ウルダハではチャッピに手続きをしてもらえます。
そ戻ろう。あ、レジョンここにある。聞いて聞いたよ。あら、おかえりなさい。それで噂の真偽はどうだったのかしら。あらあら、そうだったの。残念だけど、そういう事情なら仕方ないわね。冒険者の力は今やこの国になくてはならないと聞くもの。私もちろん夢の一戸建ては諦めないわよ。チョコボのお世話しっかりしてチョコボと御殿を建ててやるんだから。チョコボ御殿。ラベンダーベッド。新都市のエーテライトからラベンダーベッド。絵の転送が可能になりました。なりました。イエーイ。イエーイ。ここにさ、アクションですよ。リポーズ。ですねは。あ、ほら、おぎエアロ、メリカ、レイズ、あまだまだね。うちが手閉じるで、所持品をエーテルしてポーション取れたら打開の時はってならなくて済むのではないかなと思ったので、目薬これで戻る、カフェに戻るんだけど、もう53分だし、よいしょ、チョコボに乗ろうかな。チョコボに上がれ、チョコボに乗るかな。ここに乗って帰ろうかな。テクテクするよの方がかっこいい。ここに乗って、あや、また落ちちゃった。え？登れた登れた。チョコボ屋さん、向かうぜ。ブリタニアに行くぜ。よろしくだぜ。
カボチョコチョコチョコパチョコボチョコパおおありがとうチョココおおおあいまいやあ、ベントブランチでは大活躍だったそうじゃないか。弊社に喜んでもらえて、君を紹介した僕も鼻が高いよ。僕からも礼を言わせてもらうよ。ありがとう。すっかりグリダニアになれたようだね。これからも…え？なんだい？僕に届け物だって？お手紙でーす。おどーん。ルクルから僕に手紙？一体なんだろう？これは…いや、もうよそよそしいのはやめよう。君は僕たちの仲間だ。君の腕を見込んで頼みたいことがある。少し厄介なことになるかもしれない。準備ができたら声をかけてくれよ。あれ？ちょっと上がる。あれ？ドボン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 カービもうすぐね1時間だから今日はここまでにしとくですよ。よいしょよいしょ。というわけでなんだか不穏なことが起こりそうで、ここに溜まってたの全部とりあえず紹介しました。あ、かわいい。次は新しいのを受注するところから始めまーす。ではでは、またねー。